んにちは、県民生協のまいまいです。お盆が過ぎましたが、まだまだ暑い日が続きますね。今回はそんな暑い日にぴったりのコープ商品を使ったひんやりスイーツを作っていきたいと思います。今回使うコープ商品はこちら、コープの強炭酸水とコープ嬉しいフルーツみかんゼリーです。強炭酸水は強い炭酸が特徴です。今日はこの2つを使って夏にぴったりのシュワシュワゼリーとみかんゼリーを作っていきます。材料はカップ4個分です。コープの強炭酸水 400ml、 コープ嬉しいフルーツみかんゼリー2個、ガムシロップ大さじ5、ミント適量、粉ゼラチン 10g、 水 50ml です。まず粉ゼラチンと水を混ぜ合わせます。強炭酸水は常温に戻しておきます。ふやかした粉ゼラチンを電子レンジ 600W で約30秒加熱して溶かし、大さじ5杯のガムシロップを混ぜ合わせます。はい、混ぜ合わせました。炭酸水は 400ml 使います。ボウルにコープ強炭酸水を静かに注ぎ、ふやかした粉ゼラチンと混ぜ合わせたガムシロップを少しずつ加えて混ぜ、容器に入れます。めっちゃ簡単。夏休みになんか火とかも使わないから、家族で小さいお子さんがやっても安心な。もう冷やせば、よいしょ、はい、出来上がったのがこちらです。開けます。しっかり固まってますね。はい、シュワシュワゼリーは完成です。それでは、この作ったシュワシュワゼリーとこちら、コープの嬉しいフルーツみかんゼリーを混ぜ合わせていきたいと思います。シュワットゼリーとみかんゼリー完成です。コープ商品はそのまま食べても美味しいですが、ちょっとアレンジすることでこれまでとは違った美味しさを楽しむこともできます。今回使ったシュワットゼリーとみかんのゼリーのレシピはがんばらにゃ8月号に掲載されています。動画の概要欄からもレシピがチェックできますので、ぜひご覧ください。